こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、高級住宅街の代名詞の、広尾駅です。アクセスに関しては、都心だけあって、かなりいいです。恵比寿へ約3分、渋谷へ約11分、新宿へ約16分、品川へ約19分、東京へ約20分、池袋へ約25分で行けます。最寄り駅は、広尾ですが、住所は、西麻布になります。西麻布。いい響きです。とにかく物件周辺の住環境が良すぎます。物件は、静かな住宅街にあります。とにかく住むには、良さそうな感じが伝わってくる場所です。今回の物件は、広尾駅から、徒歩8分です。駅からそれほど近いわけではなく、コンビニ行くのも5、6分かかりますが、そんなことは、関係ないと思わせるくらい、良い住宅地に思えます。占有面積は、15.12 平米の狭小ワンルームです。お部屋は、地下に潜っていく、変わった間取りです。地下に潜っていくって、一体どんなものか？ワクワクしますね。あ、物件が見えてきました。あれです。外観は、白で落ち着いた住宅街に、マッチしています。4階建てで、それほど大きくない建物です。エントランス、想像通り、小さく狭いです。安定のオートロック仕様です。ですが、今回のお部屋は、ここから出入りいたしません。宅配ボックスは、ありますが、ボックスは、めちゃくちゃ小さいです。入居者専用のアプリがあるようです。お部屋は、エントランスすぐ右側のこちらです。では、入ってみましょう。おー、いきなり地下への階段です。秘密基地のようです。玄関天井めちゃくちゃ高いです。そしてロールスクリーンがあるので、下ろせば、内装を隠すことができます。これは、コートなどをかけられるフックでしょうか。数多いので、有効に使えそうです。これは、自転車ラックでしょうか？確かに自転車置き場がなかったので、自転車ラックならありがたいですね。ただ、ロードバイクのようなスポーツタイプじゃないと、持ち上げるのが大変そうです。上に靴を置くスペースは、かろうじてありましたが、ここにも少し収納できそうです。おーおー、まあまあ狭い、15平米あるので、もう少し広いかと思いましたが、実質的に使える居住スペースは、10平米前後の狭小物件と、あまり変わらないかもしれません。実質的な広さは、約 2.4 畳くらいです。このカウンターは、テーブル代わりに使用したり、パソコンデスクに使用したりと、有効に使えそうです。ここに一応、
換気用の窓があります。めちゃくちゃ小さいけど。キッチンは、相変わらずのコンパクトなタイプです。キッチンではなく、もはや洗面台なのでは？という意見もありますが。そして洗濯乾燥機付きです。シンクがやけに細長いです。使い勝手は、あまり良くなさそう。上に2段の棚があります。ここが冷蔵庫スペースのようです。階段下は、物を置けるスペースになっています。上には、ハンガーパイプがあるので、洗濯物や、洋服をかけられるようになっています。そして、トイレ、浴室は、安定のスケスケ仕様です。ここは、タンクレストイレではありませんでした。棚はなく、タオル掛けがあるだけでした。こちら、浴槽とシャワースペースです。もちろんお部屋から丸見えです。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀を発表します。今回の、苦節淀は、3、です。2、と、3、で迷いましたが、地下に入っていく感じが、秘密基地感が出ていたので、3、としました。今回の物件、秘密基地感が出ていて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。